おはようございます。今日はビログマス14日目かな、日曜日でございます。もう12月もね、中旬になったので、そろそろ本当にクリスマスの準備かなって感じなんですけれども、今日は日曜日で特にまあこれといって昨日みたいに予定はないので、今日はお家でゆっくりしようかなと思っております。昨日コリアンマートでブルタックの、カルボナーラ買ってきたので、お昼ご飯今日はこれにしようと思います。今日はもちくんのプレゼントをラッピングしようかな。こっちはちょっとまだ後でやると思うんだけど、もちくんのやつラッピングして置いときたいけど、いたずらされないかがちょっと不安だけど、まあ、とりあえずラッピングしちゃいましょうか。ラッピングペーパーを去年ね、先生が買ったこのワンちゃんの柄のやつがちょうどあるので、これでいけるかな。ちょっとどうやって包もうか、柄がさ一方方向の柄だからさ、こうするしかないんだよね。まあまあいいか、これでこんな感じかな。ちょっと反対が、後ろの方は柄がね反対になっちゃうけど、まあ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 、もちくんのなのでね、そこまでまあ気にしていないでしょう、さすがに。これさ、めっちゃさ斜めになってるからさ、わかる？めっちゃ難しいんだよね。なんか普通のサイズじゃないからさ、ちょっと難しめなんですけど、ちょっとうまいこと、あんまり多分綺麗にはいかないかもしんないけど、うまいことちょっと隠していきます。ちょっとゼロハンテープペタペタしちゃったんだけど、反対もね、ちょっとやっぱ難しいですね。あの形がね、こう下が広くて上が狭いので斜めになってるから、ちょっと難しいけど、こっちもやっていきます。オッケー、できました。よっ、じゃん、こんな感じで。ちょっとリボンがないから、まあしょうがないね。とりあえずリボン、もしかしたら後で書くかもしれないけど、もちくんにこれを破られないのをね願っております。こっち側あの何も支えがないから、後ろはあのボックスになってるんだけど、手前結構こう空洞になってるので穴開けられたら困りますけど。あ、これちょっと反対にしとこう。見た目はあんま良くないけど、こうなっちゃうけど、破られないようにこうしておきます。うん、OK。 いたずらしないようにお願いします、クリスマスまで。あー、はい、お願いしますね。今日はこれからちょっとウォルマートに行ってきます。あのギフトをちょこちょこ、まあ買うものが何なのか私は分からないんだけど、ちょっとね、いろいろ見てこようと思うので行ってきます。ウォルマート着きました。日曜日だしね、ホリデー前なので結構混んでますけど、いろいろちょっと買うものリストがありそうなので、私はねちょっとこのゴミ箱をねあるものに使うので、4ドルなんだけど、プレゼントのラッピングにね使うんだけど、そう、可愛いしね、これめっちゃ可愛いよね。これはちょっと買ってきます。先生はいろいろリストがあるみたいなので、まあ、全員分はちょっと買えないけど、いろいろねあるので見てきます。アメリカのさ子供用のさ水筒とかめっちゃ可愛いの売ってるんだよね。これはちょっと違うけど、ユニコーンの柄とか、なんかこの LOL のやつ、ランチバッグなんだけど、お昼ご飯入れるやつ、なんかこれが欲しいらしくて、まあこれじゃないんだけど、まあ、ランチボックスが欲しい、ランチバッグが欲しいらしくて、 LOL のやつがあるので、
これがいいかなと思っております。あとはなんかでもこれだけだとあれだから、なんかちょっと付け加えてもいいかな。まあこれなんていうの、水筒じゃなくてもいいけど、これとなんかにしようかなと思って見てます。かわいいよね。日本のさ、救急車のトミカがウォルマートで売ってるんだけど、しかもウォルマート限定なのかな。え、すごくない？ちょっとなんで日本の救急車なんだろうって感じ。まあ売れてないんですけどね。いっぱい残って、いっぱいないの中にいっぱい残ってるけど、なんで こっちで売ってるんだろう。見て、ウォルマートにブルーボトルコーヒーのコーヒー売ってるんだけど、15ボトルだからちょっと高いけど、もちろん。え、でもすごくない？ブルーボトルだよ。ちょっとびっくりしちゃった今見て。しかもウォルマートに売ってるんだと思って。外にクリスマス用品が全部置いてありますね。ちょっとね、リボンのパックを探します。リボンのセット20個にするか40個にするか。なんかさ、たまにちょっと可愛くないのが入ってるんだよね。まあでもこれならいいかな。まあ合うちゃうかなって感じ。ゴールドもあれですね。これにしますか。めっちゃでかいオーナメントのぬいぐるみ、すごっ。どうやって使うんだろうね。下げて使うの、ソファーに置くのかしら。これかわいい、キャンドルの、メルトキャンドルのやつ。でもこれもめっちゃかわいいんだけど、ビバレッジディスペンサー、クリスマスツリーの形のやつ、かわいい。はい、お店から帰ってまいりまして、もちくんのお散歩も行ってきました。今日はとりあえずちょこちょこしたものを買えたので、まだね、いろいろ買わなきゃいけないものがあるので、まあ、なかったものもあるからネットで調べたりして買おうかなと思っております。ということで、今7時になりましたので、今日はご飯はね、適当に、先生は昨日残りだったんだけど、私は多分サラダかなんかちょっとパパッと作って食べようかなと思っております。今日はね、いろいろ買ってきたんですけど、とりあえず先生のおいっ子くんやらめいっ子ちゃんやらの、まあ、プレゼントってね、ほんとね、もうすごいいっぱいいるからね、こまごましたのをいっぱいまとめてあげる感じになるので、まあ、最近ほんと数週間前に生まれた赤ちゃんもいるので、まあ、服と、これはね、このゴミ箱はさっきも言ったけど、私がラッピングにちょっと使うやつで、シークレットサンタでね、ラッピングコンテストをやるから、ちょっと気合い入れてやろうと思ってるので、それのやつです。それはまあ後々後でお見せできるかなと思うので、お見せしようと思います。これもね、このフォームスプレーもそんなやつです。で、あとリボン、なんか穴開いてたからちょっと嫌だなと思ったんだけど、まあ、数えたら一応20個あったのでゴールドにしました。さっきね、赤のにしようかなと思ったんだけど、ゴールドだったら統一感出るし、ゴールドとシルバーが入ってるかなです。あとホットドッグ用のパンと、あとこれね、さっき見せたランチボックス、こっちにしました。ユニコーンのやつ、なんかランチボックスが入ってるらしい。ランチボックスと水筒と保冷剤が全部入ってるので、そうセットになってるからいいじゃんってことで、こっちにいたしました。それぐらいかな。あとこれだ。これでも見せて平気かな、多分私子が見てないといいんだけど、このビログをね、見て、じゃん、この巨大なシラチャソースのギフトセットみたいな、お箸とシラチャポップコーンと、なんか入ってるのかな、シラチャソースが入ってるのかな、でセットになってたので、好きな子がいるからね、面白いじゃんと思って買いました。そんぐらいですね。まだまだたくさん買うものはあるので、とりあえずプレゼント全部ね、まとめておいておこうと思います。ということで、今日はいろいろ買ってきまして、まだまだ買うものがたくさんあるんだけど、明日から月曜日なんですけども、さすがにそろそろクリスマスも本格的に近くなってきたので、もうね、ちょっとちょこちょこまたクリスマスの準備っていうか、まあプレゼントの調達とラッピングをね、していかないかとなと思っております。毎年のごとくカリフォルニアで
先生の家族とね大人数で過ごすので、まあでもそんなに滞在しないと思う。本当に数日間だけ滞在して帰ってくると思うので、うちらのプレゼントはねどっちに先に開けるか後に開けるかちょっと決めてないけど、今年はちょっとクリスマスのデコレーション早めに片したいので、あの年末じゃない、まあ年末もねおせち作りたいなと思ってるし、年始にすぐイベントがあるから忙しくなるので、あの帰ってきてもすぐ、ちょっとね残念だけどね、もうちょっと味わっていたいけど、あのクリスマスのデコレーションとか全部片付けて、何も心配なんていうの心配したくないので、そういうのをね、はい、そんな感じなので、明日からちょっとクリスマスの準備を、クリスマス当日のね準備をしていこうかなと思っております。はい、そんな感じでね、もう結構遅くなりましたので、今日のブログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバーイ。